えのきじょうじのぐるぐる版開運御朱印巡り、東京都中央区水天宮参拝の末期。全国の御朱印人の皆さん、こんにちは。えのきじょうじです。本日はですね、東京都中央区日本橋にあります水天宮に行ってまいりました。ここはですね、安産それから小授けのご利益があるということでも知られております。それではご覧ください。水天宮。はい、皆さんこんにちは。えのきじょうじです。本日はですね、東京都中央区日本橋にある水天宮に来ております。それでは早速参拝に行きたいと思いますよ。こちらです。水天宮。東京都中央区に鎮座している、江戸時代より安産小授けの御神徳があるとして人々から熱い信仰を集めている神社。もともと水天宮は現在の福岡県筑後の国久留米にあった。久留米藩主の有馬家に代々崇敬されてきたと言われている。文政元年1818年、第9代藩主有馬頼教が久留米藩江戸上屋敷に分霊を勧請した。だが藩邸内に鎮座していたため外部の者が参拝できなかった。小授けの御神徳がある水天宮が藩邸内に鎮座しているということが江戸中に噂になった。そして江戸庶民らの熱い要請を受け、毎月5日の日に一般開放することになったという。もともとは港区の三田にあったが、明治に入ると中屋敷のあった現在の場所に移り、今日に至る。安産小授けの御神徳があるとして、この日もたくさんの人たちが安産の祈願やお宮参りにと来ていた。御祭神は雨の水中主の神安徳天皇、高倉平の中宮、二位の尼、そして御利益は安産子宝子授け。この御利益の由来は水天宮の御祭神である雨の水中主の神。この神様は日本の神々の祖先の神であり、安産祈願子授けなどの御神徳を与えてくれると言われている。そして末社に弁財天を祀っていることから、水難除けや芸能の祈願にも御利益があると言われている。芸能を目指している人にも必見ですね。そしてこの日は犬の日、しかも犬の年、犬の月、犬の日と、この日は大犬の日であった。実はえのきじょうじ犬年なんですよね。だからこの日は外せないんです。御朱印はこの三州殿の診察所にていただけます。約3年をかけ
社殿と三宗殿を増大し、平成28年4月より新しくなった。その境内は日本の歴史的なものと近代的なものとの集合である。というわけで日本橋へ来たので、早速和菓子屋さんへ行きたいと思います。たい焼きの柳屋さん。ここのたい焼きめちゃくちゃ美味しいんです。早速有名なね、柳屋さんだってね、たい焼きを食べたいと思います。美味しい。もうなんか熱々の外カリカリの中ふわふわの甘いあんこが入ってる、こんな感じです。いかがだったでしょうか。いやスイーティング、もう本当にね、幸せな気がこう充満してましたね。この日はですね、犬の年の犬の月、そして犬の日というこの3つ重なった大犬の日なんですね。これがね、また特別な日ということで、お宮参りだとか、お参りに来てる人たちがたくさんいたんですね。いや、とてもね、暖かい気に包まれた、そんな、一日でした。そして、ここの境内がとても美しいんですよね。まあ、新しく建て替えられたって感じの近代的な境内っていうんですかね。ビルの、屋上みたいな、中屋上みたいなところに、境内があって、下の方はずっと駐車場だったりとかしてるんですけれども、もうたくさん参拝しに来るのにね、車で来るのは楽だっていう、ちょっと待ってればすぐに開くっていう、こういうところも、神社に駐車場があるっていうのは素晴らしいなと思いましたね。またね、以前聞いたことがあるのが、ここは昔建て替えられる前は、ちょっとこう、小高くなったところに境内があって、そこに鳩がたくさん飛んできてたなっていうふうに聞いたことがあります。もう今なんか鳩が少なくなってきたのかな。あまり鳩を見かけなくなりましたね。それから、御朱印がこちらです。もうね、ここの御朱印もね、またこれ書いてくれる御朱印の方なんですけれども、ちょっとシンプルな、こちらが弁天様の御朱印、そしてこちらが、水天宮の御朱印なんですね。で、この日はですね、まあ、この日というか、今年いっぱいになるのかな、なんかどっちだったかな、限定の御朱印なんですよね。で、これが、こちらの方は張り紙の方の、御朱印なんですけれども、これまた特別な御朱印っていうのは、この大犬の日のこの御朱印なんですね。この金の御朱印、綺麗でしょ。これ気に入ってるんです。初放料の方は、全部500円ずつですね。というわけで、水天宮、こちらですね、アクセスの方も地下鉄で水天宮駅からもうすぐもう1分ぐらいのところにありますからね、とても行きやすいので、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。それからこの近くにはね、なんていうんですかね、この日本ならではの、お店がたくさんあります。行ってきたのは柳屋さんっていう、たい焼きのお店なんですけども、このたい焼きがもうとても美味しいんですね。ぜひ、たい焼きも食べてもらいたいし、近くには人形焼きのお店もありますからね。ぜひ、観光を兼ねて、日本、江戸っていうのをちょっと味わっていただきたいなと思います。それではまたどっかの神社仏閣でお会いいたしましょう。ぐるるるバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram をやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。